さあ続いては岡山香川の魅力を探るコーナー、今月金曜日は津山市です、はい、前回覚えてますか。覚えてますよ。津山市の角山公園から西のエリア城西地区をお坊さんと一緒に街歩きをするというイベントをご紹介しましたけれども、今週は、城西お城の西側城西地区から城東地区まで、はい、出雲街道沿いの新しいスポット、いいところいい人をご紹介します、ご覧ください。津山市の城西地区にあります城西ロマン館のカフェにお邪魔しています。さあここで問題です。これは何でしょうか。ロケット。ありがとう。正解はコーヒー缶です。これ下で火を焚いてお水と引いたコーヒー豆を入れて、この中にできた上澄みを飲むというものなんだそうです。でこの形は津山の洋学者宇田川洋庵がスケッチしたものを再現したコーヒー缶なんだそうです。津山はいろいろ勉強になりますよね。案内所やカフェ、売店、ギャラリーとして利用されている城西ロマン館、大正ロマン漂う建物で見るだけでも価値があります。津山旅のスタートにはおすすめの場所なんですよ。雰囲気いいでしょう。いいですね、レトロ、さあ津山の今推し、まずは最先端の無人ホテル。無人ホテル。さあ津山城東地区の出雲街道沿いです。でここにですね、もう日本で初システムですよね。そうです、ホテルなんですよ。こちらホテルです。古民家ですか。古民家です。はあ、はい、美と津山、今ホテルはこんなことになりつつあるというところ、今日はご案内いただきます、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。城東町並み保存地区に2020年にオープンしたばかりの話題のホテルなんです。こちらが初のモートロイクですね。予約制で予約していただくと予約番号もらえるんです、はい、その予約番号でこの鍵が開きます。え、フロントは？あ、無人です、無人です。チェックインは？チェックインは自分でしていただく形になります。中で入ってタブレットでチェックインしていただく形になります。あ、じゃあ人に会わずにもうお部屋まで。そうです。コロナ禍でも今ありますし、人とやっぱり会いたくないっていう方もいらっしゃいますので、なるほど、この形を取った方がいいんじゃないかな。新型コロナ対策として日本初の無人ホテルシステムを採用。誰にも会わずにチェックインチェックアウトができ、自由で安心な旅ができると注目されているんです。いや本当に時代を捉えたシステムですね。ねえ、こんなホテルあるんだ。どんどん入っていきます。家じゃん。家です。家よ、ほら見てよ。家です。おばあちゃん家。あ、お部屋何部屋あるんですか。5部屋ありますね、ここ、はい、気をつけてください、ね、あ、ちょっと細めですね、昔の階段なんで。落ちないように。はい、2階に客室があるんですが、部屋のキーがハイテク。これは違うんですか。ちょっとちょっと、ミッションインポッシブルじゃないんだから。え、今こんなことになってるの。そうです。開いた。開きますよ。お願いいたします。はい、お願いします。あー、なんか軽い、あ、なんかちょっと落ち着く感じの、こじんまりとした、はい、あ、でも広っ。明るっ。こちらが宮川のお部屋となっております。いわゆる街中のホテルとはちょっと違う、津山のなんか町屋で暮らしてもらう感じですよね。そうですね、なんかこうゆっくり。へえ、はい、あ、なんかこうちょっと今までにないコンセプトのホテルですよね。どんな風に使ってもらいたいなと思って、津山を感じていただきたいっていう思いで、はい、作らさせていただきました。ここを拠点にね、はい、皆さん動かれる、もう本当に街中にあるホテルですもんね。そうなんです、そうなんです。こちらは城東なんですけど、城西もありまして、そちらにも足を運んでいただく、こちらにも足を運んでいただく、お城にも運んでいただくっていう形で、津山全体を。出雲街道の中心にあるので、津山を旅するにはどこに行くのも便利な場所なんですよね。いいですね。出雲街道に面した通りの1階に、
カフェがあります。ここがホテルの1階なんですが、どなたでもご利用できるんですよね。はい、どなたでも、宿泊の方も通りすがりの方も、はい、旅人も、はい、どなたでもそうですよね。はい、ここはもうすごい数の本なんですけれども。そうなんです。 どんなコンセプトなんですか。コロナ禍、やっぱりコロナ禍なので、ここでお茶飲んでいただいて、人と人とがつながって、あとは本を読みながら世界を旅行していただいて、実際には行けないけど旅行していただいて、なおかつ津山の歴史も知っていただいて。なるほど、津山の本もいっぱいありますもんね。ございます、はい。今ちょっとなかなか旅行はできないけど、地元をね、はい、地元の方にやっぱり来ていただいて、やっぱり話をしていただいて、その地元の方が話したことをまた知らない方が聞いてて、なんかそれが人と人とをどん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 つないでいく形になっていけたらいいし、それがまた世界に発信させていただければ嬉しいし、なんかそういうことを思って。わあ、素敵。そしてこのエリアでもう一箇所おすすめの場所が、芸術文化の創造発信拠点、ポートアート&デザイン津山です。わーわー、すごいすごい、おしゃれおしゃれ。野田さん、ここは何だったんですか、建物。昔銀行として使われていた場所です。ということはこのカウンターは、はい、銀行のカウンター。で、今はどういう空間として使われてるんですか。アートギャラリーとして、はい、この建物自体がもうアートですね。 ありがとうございますいつ頃の建物なんですか。大正9年に建てられた建物になります。うわー、すごい立派。すごい、築100年を超える歴史的な建築空間で、さまざまなアート作品を堪能できます。週末にはカフェスペースにもここがなったりするんですよ。おしゃれでしょ。ちょっとびっくりじゃない、これ街並みにこんなスペースがあるって、ちょっと贅沢ですよね。ここが金庫。金庫、はい、今はアート作品、昔はお金。そうですね、金庫とか書類庫として使われてた、はい、はあ。ここは何だったんですか、建物。倉庫とか。倉庫、はい。こんなおしゃれな倉庫あります？すごい空間。レンガですよ、レンガ。一度来たかったんですけど、入場料は？はいただいておりません。入場無料です。すごいよね。いいでしょう。現在は気候作家、写真家として活躍中の稲葉直人さん、あの、はい、ビーズの稲葉さんの、はいはい、いとこさんですけれども、ね、はい、津山の美しい建築や風景を収めた写真展が開催されています。建物と合わせてお楽しみください。入場無料、はい、お問い合わせはポートアート&デザイン津山までお願いします。いや、名前がね、すごいよね、津山。いや、行ってみたいです、本当。そうなんですよ、うん、興味そそられるとこばっかりですね。いいとこいっぱいあります、はい、もう本当にあの昔ながらの建物を大切にして、最初のホテルもですし、はい、今のポートもそうですし、はい、ね、前は古民家だったりとかね。そうなんですよ、それをうまく利用して町の皆さんに、地元の皆さんに、岡山、香川の皆さんに近くで楽しんでいただきたいという思いがこもった建物、町です。ぜひ歩いてみてください。市町村今推し津山にお邪魔しました。